はい、春 YouTube 皆さんどうお過ごしでしょうか。このジャッキーの髪型がなんか黒電話の受話器みたいな感じになってるっていうね、そういう噂があるとかないとかなんですけど、今日は仕事がダブルビッグブッキングしちゃって、ちょっとビビったんですけど、まあ、なぜかというと、なんか欠員が出てて、そこで僕、ちょっと頼まれてる仕事があったんですよね。で、まあ、簡単に言うとそれが抜けてたと。で、事なきを得て今終わったんですけど、で、こっからパチンコ屋さんの清掃あるんですよね。最近それで結構ストレス食ってて、今これ待ってるんですけど、やっぱりね、あかんなっていうか、めちゃくちゃドギマギしてて、何がドギマギしてるかっつったら、もうその仕事まで微妙な時間空くんですよね。で、それでそわそわしちゃうんで、ちょっと、お酒飲んじゃいます。ほんでね、本当にそれでちょっと気がね、弱まってたんですよね。実は。そして来月からちょっとシフトを減らすみたいな感じでシフトが到着したんですけど、結構ね、あれ俺干されたんかなってぐらいシフトが減っちゃってて、いいんですけどね、逆にありがとうございますっていうのとね、無理言ってごめんなさいって感じなんですけど、今まで週2ぐらいしか休みなかったのが週2の出勤になりました。まあね、本当に良かったです。1時間2000円の仕事なんですけど、全然悪くないし、いいと思うんですけど、作業内容自体嫌いじゃないし、人間関係とか、なんやったらパチンコの台とか見れて楽しいんですけど、この仕事までのね、待ち時間がね、どうしてもそわそわしてストレスかかってたんですよね。でも来月からね、週2の休みだったのが、週2休みが週2出勤になったって感じでね。どん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 去年の年末に憧れの福祉の仕事がクビになったりとかしてるんですけど、こう山あり谷ありしてますけど、徐々に自分の求める理想の形態生活にはなってきてますね、着実に。で、それもこれも結局やってみないと分かんないんですよね、全てが。このパチ屋の仕事でも、だから20日間ぐらい、毎日1時間だけパッと行くだけで4万円ぐらいにな、4万円ぐらいになってるわけですからね。お金的にはいいんですけど、それよりもちょっと、なんか、そのストレスの方が強かったなっていうね。でもそれもやったから分かったし、夜はやっぱりゆっくりしたいんだなっていうね。で、こうやってちょっとずつトライ&エラーでやっていっての人生だよねってね。ストレスは完全に除去したいんですよね。ストレスのこと嫌いじゃないんですけど、うまいことストレスを友達にするぐらいの感じでいきたいんで、本当にストレスで基本的に死んでいくじゃないですか。何でもね、病気とか。だからちょっとでも無理してたり、ストレス抱えてたりとか、いやでも仕方ないんだよ。生活のためにとかあるかもしれないですけど、正直生活のためにちょっと軌道修正できるような仕事とかでやり方っていうのはあるとは僕は思っております。まあ、それが何かっていうのはね、本当にやってみてじゃないとね、わかんないですけど、なんかそういうのって大事だし、やっぱ長生きしたいし、ストレスない人生っていいじゃないですか。ストレスが欲しくなるらしいですよ。ストレスがなくなってしまうと、人間って面白いことに。ということで、一旦現場から、ちょっともやもやしてるジャッキーが、現場から、以上です。飲んで、過ごします。場をちょっとつなぎます。